はい、どうもこんにちは、ダッカキッチです。さあ今日ケシケシなんですけど、新ステージの裏面に出てくる、まあ9の8のステージなんですけど、レア的で踊る宝石が出てきて、なんとこいつを倒せば1000ゴールドもらえるっていうね。おー、動くんか、こいつメタル系と一緒なのかな多分。やったぜ。このメタル系と一緒なのかな、確率は。こいつを倒せば、なんと1000ゴールドっていうね、お金をもらえるみたい、この踊る宝石。こいつ仲間になるのかな。あ、やったぜ、倒したぞ。今初めてでできた。しかも初めて倒した。すげえ。あれも多分仲間になるんだろうね。普通の9の8なら100ゴールドぐらいしかもらえないのよ。噂に聞くとこいつを倒すと1000ゴールドもらえるっていうね。そんな美味しい敵となっております。1000ゴールドってこのゲーム相当だよね。1000ゴールドもらえるなんて。さあ一気に倒した。しかも体力も減ってない、いい感じ。おめでとう。さあなんと星2なんだけども、はい、どう1120ゴールドもらえる。踊る宝石3匹倒したら、さあ2回目やっと出てきました。メタルハンターとかそれぐらいのレアモンスターぐらいなのかな、出てくるの確率的に。いやでも仲間にもしたいよね。まあダメージ与えるとこちょっと逃げられる前に。そんな体力もそこまで多くなさそうだし、割と出会ったら簡単にいいね、倒せる感じで。踊る宝石があと逃げ出すかどうかだよな。多分逃げるんだろうねこれ。おいしょ。さあ次はおじいちゃんがこういう時に出てこないという。とにかくためよう、左のメーターをためて。いやー、こんなうまい敵キャラいたんでしょうか。1000ゴールドはでかい。逃げたかと思った。びっくりした。倒すのはちょっと待って。ちょっと待って。倒すのは待って。さあ、じいちゃんを。よいしょ。これ倒れちゃうよね。さあ、これも4で。縦来たね。縦ドラが来て。やられるなよ。ここでやられるなよ。よいしょ。なんか、でも逃げなさそうじゃなさそうだね。なんか逃げ出さそうな感じがする。そこはまずいよ。キラーマシンやりたかったんだけど、まあもう行くか。よいしょ。もう倒しちゃえ。逃げられるよりマシか。仲間にはならなそうだね。なったとしてもメタルハンターとかそんなぐらいの確率なんだろうね。さあてことで、はい、戦後おじいちゃんもう来まくるな。ナイス!1120 ゴールドありがとうございます。はい、ってことで、大東大今日9の8がお金稼ぎにうまいっていうね、動画でした。さあ9の8ね、まだ頑張って進めてお金稼ぎしてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。